はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんにですね、またゴミデッキをお見舞いしていこうと思っておりまして、診断で登場したこの春化粧というぶっ壊れテーマなんですが、このテーマ使うと、前半ですができることに気づきました。はい、というわけで、今回は、相手の、手札のカードを全てデッキに戻すというね、ゴミみたいな、ギミックをお見せしていきたいというふうに思ってます。この、コンボ自体は有名で、デュランダルっていうモンスターと、神殿を守るものっていうね、この2体を使うんですけども、アーティファクトデュランダルっていうモンスターが何するかっていうと、フリーチェーンでなんかリロードできるんですよ、お互いに。お互いにリロードするっていう効果があって、で、この効果を発動、相手なんでもできるんですけど、これチェーンしてね、この、死んで守るものっていうものを墓地から蘇生するところ何が起きるかっていうと、相手だけドローフェーズ以外でドローできないと、カードをね。だから、リロードした後に、ドローできないからゼロになるんです、手札が。全部デッキに戻ってね。はい。っていう動きができるんですよ。で、こいつがね、なんと地属性なんですね。はい。なので、すごく展開がしやすくて、でしかもこいつ自身をね、フリーチェーンで蘇生する人なんですけど、これフリーチェーンで蘇生するモンスターいるんですよ。ハルケショウに。で、さらに、こいつを墓地に落とすカードもあるんですよ、これ。はい。というわけで、ぶっ壊れギミックとなっております。これ結構、割とね、緩いハンドからいけるんですけど、まあ、苗か、丘か苗どっちか、プラス、ベーラか森メザの、なんかどっちか。まあ、だからこれ2枚でもいいんだけど、まあ、この辺のカードを2枚プラスガジェットっていう、割と緩い条件からいきます。で、この辺の地属性転移速モンスターは、カルモンからサーチできるんですけど、このギミック使うのになんか召喚権を割かないでいけるんで、なので、カルモンは非常に優秀な、まあ、サーチカードとなってまして、まあ、この辺のカードで、まあ、今の言ったコンボを揃えて、で、その3枚使っていくと、相手ターンに、エルフのリンク先にいるデュランダルとベーラで効果発動して、相手の手札を全てで切り戻すという、この地獄みたいなコンボが可能となっております。はい、はい、というわけで本日もクソレッキを運用していきましょう。デュエルスタンバイ。最強デッキができちまったようだな。悪用しちゃうよ、ハルケショウちゃん。あれやべ、ガジェットリネージン、これガジェリネージじゃん、これ。待って、いやでもこれ言うてワンドロー入れたらワンチャンあります。これワンドロー、ちょっと待って、余ってるからさ、これワンドロー入れたらワンチャンな。ちょっととりあえずリサーチャーを送るわ。で、このワンドローに決まってきて、ちょっと待って、ガジェットライトコストが足んねえ気がする。モンスター特殊召喚レベル4。でもそうでもねえか。基本なんか丘プラスガジェットがあるとなんか結構いけんだけど、丘プラスガジェットプラスなんかどっかハルケションみたいな。ハンドアップ意外といけん。あ、ガジェット来たわ。ガジェット来たんだったら割といける気がすんな。まあ、とりあえずこれ暇だからリサーチャー蘇らしよっか。暇なんで。で、苗かすぶっ込んで、イエローを送って、ちょっとですね、春化粧の効果、基本的には全部使っていく感じになると思うんで、丘と苗と、森は全部使うことになるから、まあ、その辺ちょっと注意って感じですね。はい。なんで、まあ、どれかを、素引きしないと多分ね、ベーラサーチまで入んないから、丘、苗、目覚め、どれか2枚プラスガジェットっていうハンドから成功すると思う。基本的には。まあちょっと消化権余るから別に、もう1体なんかレベル4追加できるんだったら別に大丈夫なんだけど。はい。で、岩石族モンスターを手札に加えていく。はい、終わり。はい、世界終わりモンスター出まーす。世界終わらせまーす。はい、世界終わらせまーす。はい。で、2体のモンスターでアウスとかいうわけわからんモンスター出していく。まあ、相手のフィールド、あ、相手の墓地にね、地属性モンスターいると蘇生できるっていう効果なんだけど、これあんま関係なくて、なんでかっていうとこいつは魔法使いであることに意味があるから。はい。で、ブロックドラゴンの効果を発動して、レベルが8になるように岩石族をサーチするギガストーンオメガ、誰やねん。アダマシアシーカーで、ネメシスキーストーン、誰やねん。はい。で、これはちょっとシーカーだけ出しとくか。こちらに、なんか手札余ってるんで、バロネスも多分出ますね。バロネスさえ出ます。はい。で、はい。はいと。で、ですね、これ一旦そうしたらば、
魔法使い族モンスターと地属性モンスターを、墓地送ってデッキからわけわかんないの出てくる憑依覚醒デーモンリーパー効果発動を、自分の墓地から、地属性モンスター蘇生、はい、これは効果無効っていうから意味がない。で、アルティメットダリアネモンスターギガストーンオメガさん出してお前誰だよみたいなね。で、レベル5のモンスターに対してオーバーレイエクシード召喚アーティファクトデュランダルプイーン、はい。そしてレベル2のモンスターを含むモンスターでスプライティングエルフ、これで、デュランダルとかへの、無限包容やエフェクトベーラーをケアしております、はい。で、そうしたらですね、ブロックを一旦出しましょう。自分の墓地の、モンスターをゲームから除外しまして、爆誕させますブロックドラゴン、はい。で、レベル、2の、リサーチャーにレベル8のブロックドラゴンをチューニングしてフルールドバロです。あ、こいつは今地属性なんじゃないのでこのターン効果発動できないんですけども、まあ相手だったら意味ないんで、関係ないんでね、はい。で、森効果発動、ベーラぶっ込みながら自分捨てで特殊召喚するという効果に、オロマイ効果ついてまして、で謎のモンスターを墓地送っていくと。で、ベーラちゃん特殊召喚、まあどうのいや、はい。うかわいいかわいい決め普通に決め、これ多色一応岩石族モンスター効果で破壊されなくなるという効果一応あるんで、ブロックドラゴンでこれ特殊召喚しておいてですね、はい。さあこれで何なら召喚権使ってないんですけども、まあちょっと余ってるんで、まあちょっと、まあ、一旦これでエンドフェーズ、ネメシスキーストーン戻ってきまして、で今からあなたの手札全部デッキに戻すんでよろしくお願いします、対戦よろしくお願いします、デュエルスタンバイ。さあ、ドローフェーズは、スルーでよくて、でスタンバイフェーズ、アーティファクトデュランダルの効果、お互いの手札をデッキに戻し、戻した数だけドローの効果にチェーンし、おダーニーまあこういうこともあろうかということでね、フルールドバロネス君が立ってると。フルールドバロネスの効果はそう、まあ多分今トップ引きだろうね、うららあったら多分打ってるから。でベーラの効果をチェーンして発動。さあ神殿を守る者、神殿を守る者がいる場合、相手はドローフェーズ以外でカードを手札に加えることはできません。今スタンバイフェーズですねか、あドローできません、はい。お前だけドローできなーいはい、お前だけドローできなーいよすぎて草なんだけどこのデッキ、でちなみにこれ全部縦にして殴ったら勝ちです遊戯王って神ゲーだわ、ああ遊戯王って神ゲーだな。この動画が良かったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いしますチャンネル登録者数減りそう。これなんか割とね、なんか強いデッキとしては、裏がちょっと重いんだけど、ハルケショウっていうデッキがかなり強いので、なんかその普通にまあ割と戦いはする、なんかハンデスできなくてもね。テラフォーミング、オーケー、あーティアラメンツ、ティ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 アラメンツ、ペルレイン、オーケー。いやー、まあ言うてきついですけどねさすがにこの対面はちょっとあんま、うん、なんですけど、まあ、ちょっと一応やりますか。はいはい、どうぞ。とりあえずその人魚の効果で、まあ5枚墓地小屋しはまあいいや。で何が出てくるのか知らんけど、メイルか、あメイルか、オッケー。8枚墓地小屋しね、いいよ。さあマスカレイドか、なるほど、使用量を徴収してくるやつね。ゆっくり茶番劇だ、楽融合。いえ君さ、ちょ、ハンド強すぎませんかね。なんか、マスカレードの打点上がってんのキモいな、ペルレーノで。やべ、今んところ、カード1枚発動するために1200円の使用量をぶん取られるぞ。これ詐欺だろ、これ。これ詐欺団体だろ。何融合。ダニー？え？
ちょっと待って、1800円は高くない？ちょっと待って、1800円は高くないか。これなんとかしてアーゼウス行こうものにも、さすがにちょっと打点が高すぎて抜けれんだけど。いやまあモンスターダッシュに行くしかないかな。痛い、お前これ詐欺だろこれ。ふざけんなよ、これ詐欺だろこれ。一応モンスター出ます。これなんかさ、モンスター横に並べていってさ、なんかなんとかしてなんか上から叩くみたいなことできんかな。ちょっとあの効果発動するとやばいので、まあ、この辺はちょっと効果発動しないと前にモンスター出ないから、まあ、この辺は発動しかない、まあ、この1800円はもうしょうがない。この1800円はしょうがない。ベーラいけ。でベーラは一応モンスターパクれる効果持ってるんで、これで相手のモンスターパクりに行く説ありますね。さあいけ、ハルケショーの女神、女神ちゃんの効果を発動して相手のなあ許されない。いやでも もう1枚ベーラ引いてるから、なんとかしてベーラを出しに行けばワンチャンあるか。これで、出しに行く。ちょっとやばいって。はいはいはい。これ最後か、もうこうか。高えよ、使用量高えよ。助けて、打点的にこいつをバグるしかない。これあかんなこれ。ちょっと待って、これどうしたらいい、どうしたらいいこれ。いやもうすでにもう800ライフしかないから、これ絶対無理やん。ヤポロウサ爆誕していく。これさ、これでなんとかなるかな、これでなんとかなります、これなんとかなりますかね、これ。一応めちゃめちゃ頑張ったけど、めちゃめちゃ頑張ったけど、壁出しよっか。壁出す。今マスカレード、マスカレードが1体しかいないので1回効果使いますね。アポロウサの効果無効を1回使いますね。はい、あそれは無理。はい、いいでしょう。でもこのハルケショー使ってるから、もう今このターンはまあアポロウサは無理なんだけど、ラクニーゴ持ってこられる。えこれなんかなんとかなんないかな。無理かな。え？あ、あ、使用量高すぎない？ 1800 円はさすがに、これはさすがに高すぎる。相手取るぞ。